ラオさんとべっちゃんはいつも腹減り。はい、今週もやってまいりました。はい、いつも腹減りの時間でーす。お願いします。こんにちは。またちょっとね、今週も面白い収録の仕方で、はい、最初はちょっと2人でオープニングトークをします。うん、お伝えしたいことがあって、視聴者に。もうなんか早速やね。時間もらって。はいはい。いいですか？なんで Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday dear 視聴者さん。はいはい。ハッピーバースデイトゥーユー、ありがとうございます。おめでとうございます。びっくりした。うん、言わなきゃなと思って。ありがとうございます。1月の？そうそうそう。何日でしたっけ？これ、うんうん、放送日は25日火曜日ですが、そうですね。その前の前の23日日曜日が私の、はい。はい、もうあんまり お祝いするような年じゃなくなってるんですけどね。いや、収録の直近は今日ちょっと今回の収録だったんで、ありがとうございます。歌おうと思って。ありがとう。まさか あの読書をしていただいてありがとうございます。そうですね、ちょっと緊張しましたけど歌いました。いや、1月の23日ってすごいですね。 1,2,3。なんかね、ほら、この番組もね、前ちょっとやってたんだけど、その今日は何の日でしょうみたいな、今日、あ、そっか、はいはいはい、今日は何の日でしたのか、なんか例えば誰が1月23日生まれの有名人って誰みたいな、あー、なんか調べますよね。そうそうそう、自分の誕生日とか特に。そうなの、うんうん、バンバン、うんうん、バンバン。じゃあちなみにいつなの、誕生日。あ、私はですね、平成元年の11月10日生まれなんですけど、あと1日遅く生まれてたら、あ、全部並ぶんですよ。1111、ちょっと惜しいんです。そう、まあ、最後に0ですね。1110ですね。1日ずれてたらあれだったね、すごかったわけね。そうなんですよ、ちょっとね、早く出てきすぎちゃって。そう、ちなみに、ね、いや、そう、それがね、だからそう、僕も1月23日生まれでね、はい、まあ、過去いろいろ調べたことが あるんですよ。もちろん、なんか自分の同じ誕生日の有名人と、そうそうそう、うんうん、同じ誕生日、うんうん、なんか結構まあ、この間もある人に言われたんだけど、結構有名な人が多いねみたいなのがあって。え、誰？ね、博士太郎とかね。そんなに驚く？あ、まあ、いや、すごい。そうそうそう、それとか。うん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 。ね、いや、そうだ、ね、なんか冬生まれっぽくないなと思って、博士さん。ああ、そう。なんか陽気そうじゃないですか、なんとなく。いや、夏生まれっぽい感じがする。僕がね、知ってて嬉しかったのは、ジャイアント馬場さんと一緒なんですよね。ああ、確かにプロレスお好きですもんね。そうそう、で、それはちょっとでも嬉しい。そうそう、で、へえと思ってたら、今もね、はい、例えば今ネットで1月23日生まれって言ったら、まあ、今みたいな人たちはいくつか出てくるんですよ。でね、はいはいはい、でね、俺全然知らなかったのが、はい、あれ、あ、そうだよ、バンバンちゃん鹿児島の人じゃない。何何、鹿児島の人で一番有名な人って誰よ。そうですね、それはもう西郷隆盛。そう、西郷隆盛。西郷隆盛さん1月23日生まれなの。そうかそうかそうか、そうですね。知ってた。おお、空ももちろん。あ、鹿児島の。あ、そう、鹿児島の人にとっては有名な話。そうですね、なんか、3年ぐらい前に大河ドラマになったじゃないですか。その時に私、うん、見てたよ、結構いろいろ調べて。うん、うん、いっぱい調べてみたりしてて、その時に知りましたね、1月23日まで。ああ、そうなんや、俺全然知らなくて、ある人から今年の、だから一昨日にメールもらって、なんか西郷さんと一緒ですね、うんうん、みたいな。びっくりした。確かにちょっと西郷イズムを感じる眉毛ではありますよね。眉毛とちょっと
丸っこい感じ、丸っこい感じがね。ちょっとこう体格がね。まあ、いい感じとかね。あんな風にこうあれですね、世の中を変えられるぐらいの人間になれたらいいですけどね。いやーでもなってますよ、世の中を変える人間に。だって最近あれじゃない、あれじゃないですか、商店街のまた新しいことを始めてらっしゃるじゃないですか、はい、あのオンラインサロン的なやつ。そうそうそう、見ましたよ。Facebook で。あれもあれでしょ、こうちょっとなんか維新じゃないけど第一歩でしょ、うん、まあまあまあ確かにね。ねえ、うん、そういう分野においてはすごい偉人ですよ、本当に。でもないの。ちなみに、まあうん、ちなみに、はいはい。私と同じ誕生日の芸能人なんですけど、11月10日誰。そうです、あのててもう私知ってるんですよ、自分で。ててやろうか。え、知ってる、もしかして。いやいや知らんけど、なんかヒントちょうだいよ。ね、うん、有名人っていうかね、ちょっとね、異世界の人かもしれない。異世界異世界どういうこと。あ、じゃあ異世界の人なんだけど実在してない。いやいや実在はする。いや実在はするの、実在はするんだけど、あの相撲が好きな、相撲が好きな異世界。あー分かったよ。その人あれでしょ、多分10万何歳みたいな人でしょ。あ、そうです、そうです。あ、そう、正解はですね、あのそう、デーモン小暮さんと同じ誕生日なんです。そうそう、もはやあの人人じゃないもんね。そうです、だから異世界の、ね、人なんです。しかない、悪魔だもんね。そう、だから私もちょっと10万歳目指そうかなって。まあやね、10万何歳まで生きれるかもしれないね。そう、あの悪魔の年齢で言うと今私10万多分32歳ぐらいなんですけど。世の中の11月10日生まれの人はみんな悪魔かもしれないね。そうですね。そうか、まあでもそれ会話のきっかけになるんで結構ね、なんか言ったりしますね。あの人同じ誕生日の人、あの人だって早稲田大学かなんか出てんでしょ、なんか頭いいんだよね。あ、そうなんだ。そうだよ、あの人多分、頭いいしね。まあもちろん歌手でしょ、もともとバンド歌手だしね。そうです、そうです、そうです。まあ、確かに普通になんか歌もうまいですしね。いや、うまい、うまいし。わざわざなんかね、うん、あんなこう変わった感じじゃなくて普通にうまい感じです、ね。そうだよね。まあなんだかんだそうだよね、ずっとテレビ出てるしね。そうですよね。ね、いや昼帯とかに出てるのちょっとビビりますけどね。そうや。コメンテーター的に座ってるやろ。そう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 。すごいな。そんな感じ。ねえ、面白いですよね。いや、すいません、ありがとうございます。なんかいえいえ、あのデーモンさんみたいに長生きしてください。10万歳は長いけど、まあ、もうちょっと頑張りたいなと思いますわ。私もじゃあ10万歳目指して頑張ります。ということで最初はダンサーとのトークをお届けして、また私、はいはい、バトンタッチしてここに来ますので、よろしくお願いします。はい、ランさんとべっちゃんはいつも腹減り。いや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 、はい、また今週もちょっと2人トークになっておりますけれども。そうですね。まあ慣れたもんですね。慣れましたね。慣れるの早くないですか。あの、まあ、これちょっと多分放送日よりちょっと前倒しで今収録をしてる形になりますけれども、はい、僕先々週の放送の時にちょっとまああれですけど、うん、あの温泉観光地からとか言ってたじゃないですか。そうでした、いいな、道後温泉。うん、そうそうそう、松山愛媛のね、はい、で今日もですね、この収録をしている今日もですね、はい、とあるあの、まあ、いわゆる温泉観光地旅芸人してるんです。旅芸人、まあ、温泉巡りしてるんですか。いやいや、そうですね、あの温泉温泉ニストの紀藤としてはですね。いつの間に。プロ温泉ニストの紀藤としてはですね、こう毎週のように温泉を渡り歩いてとか言いたいんですけど、実は今回ちょっと本当に時間なくて、はい、ちゃんとした温泉には疲れてないんですけど、残念、残念ながら、ちなみにまあ、ここはどこでしょうっていうのをちょっと当ててほしいなっていうところがあるんですが。わかりました。
うん、まあ、この間は松山、愛媛、四国だったので、うん、あの時はまあ飛行機で行きましたが、うん、今日はまあ車で来てるっていうことは、まあ、なんとか九州の中かなっていうですね、感じですが、まあ、大体、うん、福岡からですね、うん、3時間ぐらいですかね。3時間か。うん、までね。さあ、まあ、まあこの第一ヒントでどっかちょっとこうランさん言ってみてください。当たるかもしれないじゃないですか。3時間意外とちょっとかかりましたね。うん、高速使いました。うん、高速使って3時間。あ、そうそうそう、高速ももちろん乗っておりますよ、途中は。はい、別府。別府でも2時間ぐらいだな。大分県別府市。はい、違いますね。違いましたね。そうですよね。別府もうちょっと短いですもんね。別府は確かに2時間台で行けるんじゃないですか。いや、そうですよね。やっぱそうですよね。うん、まあ、目の前まで高速を通ってますしね。そう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 。うん、3時間か。そう、じゃあですね。はい。まあ、これも結局ちょっと今回食べれてはないですが、うん、例えば、うなぎとかを食べる人が多いのかな。そうでもない。うなぎ、やっぱ例えば、まあ、この時期は、まあ、あるかな、アユとかですね。ああ、うん、あっこだ。 お来たか。あ、全然地名が出てこない。まあまあ、要は今のヒントから察するに多分海ではないですよね。川。うん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 、川、山あい。そうそうそう、川ですよね。そう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 。あ、いいですね。あっこ、あっこですよ、あっこですよ、あっこ、あっこです、あっこです。社内旅行でもよく行く。お、あー、まあまあ、いや、そういうので、ね、場所で選ばれるケースはあると思いますよ。あの、お酒とかも有名。お、ここはやっぱり焼酎がですね、ですよね、うん、意外と独自の焼酎がございますね、このエリアは。ですよね。あー、あっこ、来てるか、来てるか、あっこ、あっこ、あー、全然名前が出てこない。第二ヒントでいけちゃう。名前が出てこない。びっくりするぐらい名前が出てこない。なぜだ、なんだ、うん、第二ヒントですよ、今だから。まだまだ第二ヒントだよ。第二ヒントでいけたら結構すごいよ。焼酎、あゆ、温泉。温泉。もうググってますよ。ググるなよ。名前出てない。第3ヒントはね、まあちょっとこう、まあ、もちろん川が目の前これ流れてますけれども、はい、あの、地形的には盆地ですね。盆地ね。盆地。そう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 。なんかここら辺ってね、これ歴史的に言うとなんか昔は本当に どこから来るのも山越えてこなきゃいけないから、うんうんうん、なんかこう、なんていうの、知られざる秘境みたいな、なんかそういう人たちが住んでたみたいな、なんか歴史があるみたいですね、なんかね。あ、そんな歴史があるんですね。すごいひっそりと、まあ、して、まあでもすごい資源は豊かな町なんですけれども、うん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 、なんかこうそういう場所だったという噂、話を聞きましたが、南側でしょ。南、うん、だいぶそうですよ。あの、九州は博多からだいぶ降りてきてますよ、下の方に、ね、九州の真ん中ら辺ですよね。真ん中ら辺、真ん中ら辺っていうのかな、うん、あの辺。そう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 。あの、じゃあ、まあ第4ヒント的に言うと、これ思い出すかどうかの話。ほんと名前が出てこない。あの、あれですよ、まあまあ大御所な、はい、お笑い芸人さんのふるさとですね。え、そうなの。まあまあ大御所。まあまあ大御所。ベテランお笑い芸人さん。え？お、誰かわかんない？熊本出身の。まあまあ、ああ、まあまあ、もうもう、もういいよ。県はそこですよ。でしょ？熊本県ですよ。はい。あれ、内村さんぐらいしか思い浮かばない。まあまあ、ああ、でもそれでいいんじゃないですか？あ、内村さんここ出身なの？そうだよ。あ、知りませんでした。うっちゃん、うっちゃんね。うっちゃん、うっちゃんなんちゃんのうっちゃん。そうだよ、そう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 。ここ出身です。あ、そうなんだ。知らなかった。はい、っていうか、なんか地名言ってよ。いや、だから地名が出てこない。まだ出てこないの。ちょっと待って、まあもうちょっとヒント出そうか。でもなかなかヒントないぞ。もうほん、地名、あの、もう風景はね、頭の中に出てきてるんですよ。
ほんと地名が出てこない。じゃあちょっと違った角度からヒント出すと、はい、例えばちょっとこうなんつって外面がいい人のこと、いや違うな、ちょっと待って、これはねちょっと私がヒント出すためにインターネットを使わせていただきますけど、はい、はい、はい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 、ですね、気の良い人、人を疑うことをせず信じやすく騙されやすい人のことなんて言いますか。お人よし。おお、人よし。ありがとうございます。そう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 。あ、そうだ。SL で思い出せばよかったんだ。あ、そうか。SL 人よし号走ってますね。まあ今なんかちょっと走ってるのかな、なんか違うエリア走ってるのかな。そうなんですよ。私も乗ったことあります。うん、そうだそうだ。人よしだ。人よしですよ。ここは人よし盆地ね。熊川が。まあ実はそうなんですよ。今日さっき、まあ、まだ今人吉の町にいますけれども、はい、やっぱ1年半ぐらい前ですかね、もう大災害がありましたから人吉は。あ、水害が。そっか、水害が。うん、7月かなんかですよね。そうでしたね。大雨が長く続いて川熊川が氾濫をしてですね。もう1年半ぐらい経つんですが、うん、やっぱりまだですね、うん、道路の、まあ、要は建物の1階部分が全然、そのもともとお店だったんだろうなみたいな感じでポンポンになっていて、物も全部出したまんま、それがもう結局再開できてないところとか、なんか明らかにそのまあその商店街とは言わないですけど、なんかこう街中があるんですけど、はい、空き地がずらって並んでたし、あ、もうここなんか解体しちゃったんだろうなみたいな、そういう歯抜けみたいになってるところもまだまだ目立ってますし。そうなんですね。なんか僕も聞くところだと、旅館によってはまだその地下とかにお風呂があるようなところが、その、ね、泥が流れ込んだりみたいなのもあったので、まだこう再開できてないお風呂もあったりとかですね。なんかまだまだ大変な状況があるみたいですよ。やっぱり爪痕は大きかったんですね。そう、なんかもちろんまあ地震だとか、それこそこれ今収録してる時津波の今なんかいろいろ問題になってますけど、あ、そうですね、まあ、そういうのもすごい大変だとは思うし、うん、なんかこう川が氾濫してる、いわゆる泥ですよね、土砂というか、うんうんうん、が流れ込んでっていうのもかなりこうなんていうのかな、なかなかこう強烈な被害をもたらすみたいですね。昨日それこそちょっとまあ夜、うん、食事がてらちょっと飲み屋さんみたいなところにも行ったんですけど、うん、なんかビルの2階にあるお店だったんですけど、なんかそのマスターが言ったのは、はい、もう2階の床上浸水までなってたって話、うん、4点何メートル、そう、すごいですね。そう、そこのお店のちょうどなんかね、ドアのところに線が引いてあって、ここまで水が来ましたみたいなのがちゃんと書いてあった。マジか。そうそう、だからなんかその日はそのマスターはお店に結構なんか夜中まで明け方までいて、うん、でなんかちょっとまあ仮眠を取って家に帰ろうかなと思って朝7時8時ぐらいに、はい、そのまあ雨ひどいとはもちろん知ってたんだけれども、うん、やばいかなと思ってパッて外に出たら、そのもう階段ね、2階にから1階に降りて階段のもう上の方まで水が来ていてみたいな、うん、もう出れない。そうそう、でまあそのマスターもちょっと笑いながらこれ話をしてたんでネタにされてるとは思うんですけど、うん、でもなんかまあ奥さんかね、お子さんか家にいたはずだから、まあ、うん、これは帰んなきゃと思って、うんうん、なんか泳ぎ始めたらしいんですよ、飛び込んで。危ない。今思うと、そうよ、今思うと、はい、でなんかやっぱこうまあ泳いでるのか流されてるのか分かんないけど、はい、なんかそのやっぱ途中でわーって大変だってなって、うん、いやだからそう、もう1階部分がほとんど水なので、その例えばお店のひさしみたいなのが出てるじゃないですか、はい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 、出てますね。そこの上に乗っかってちょこんって座ってどうしようかなみたいな。いや、まあそりゃそうですよ。いや、危ない、やめて、ほんとやめて、そういう時に泳いで行ったりとかするの。流れもね、もう
あの急だから人間が逆らえるような速さじゃないし、そもそもね、もうあの下水とかも一緒になってるからすごい汚染されてるんですよ、水自体が、うん、だからどんな感染症になるか分かんないんで、本当やめてください。まあもちろんあのこれはね、決して真似しちゃいけないことだと思いますが、まあでも、はい、まあなんか面白いなと思ったのは、うん、あの人吉はこう球磨川って言って、まあ、ラフティングっていうの、なんか川下りの文化があるじゃないですか。 あ、 です、ね、ありますあります。でそういうまあまあこうなんていうかな、船を持ってる人とか、うん、日頃そうやって船を漕いでる人とかもいて、うん、なんかそういう人たちがその時にこう船を出して、はい、ゴムボートみたいなものを出して救助に当たったりとかですね。すごい。そう、なんかそれは、まあ、地域ならではというか日常的に備えができてますね。そうなの、だからなんか、まあ、例えばほら中川にね、仮にそんな、うん、まあ、水害が起きた時にはさ、はい、船持ってる人とか漕げる人なんかいないわけじゃない。いないです。あの21年度はもう自衛隊の方の、ね、あ、そうね、もちろん、はい、あの消防の方の船で救助ね、まあ、されてる方とかもいらっしゃいましたけど、まあ、人吉ももちろんね、自衛隊も消防も頑張られたと思うんですけど、うん、やっぱりこういうのってほら初動って言って、まだそういうのが動き出す前に、うん、助けたりとかね、大切です、すごい大事だから、はい、まあ、そういう意味で消防団とかも地域にあったりするんですけれども、船の備えはないですもんね、普通ね。そうそうそう。なんかすごいよね、人吉ならでは。まあ、例えば柳川とかもあるかもしれないですけど。ああ、確かに。なんか地域に船漕げる人がいるってすげえなって思う。素晴らしいですね。いやでもそれで多分初動で助かった方とかもね、多かったでしょうから。いや、あの そのマスター自身もその日差しの上から、うん、結局船出してくれた方が目の前に現れて助かったって言ってました。そうそうそう。あ、よかったですね。いや、それがなかったらね、やっぱり救助者があちこちにいる状況で消防と自衛隊だけが出ないといけないっていうのはやっぱ大変なので、時間もかかっちゃうし、うん、そうなんですよ。素晴らしい連携プレーですね。素晴らしい。そう、これはまあもちろん、まあ、大変な被害だったんですが、なんかそういう話を聞いて、うんうんうん、なんか、まあ、多分そのマスターはもうやっぱこう忘れないようにというか、うん、ね、やっぱ知ってもらうことでみたいなところもあるとは思うので、いろいろと面白おかしく話をしてくれてですね、うん、すごい良かったですよ。いや、よかった。た助かったのも良かったし。そうなの、うん、でもまあそうですよね。そうやって記録がそのここまで水が来たんだよっていうのが、うん、残してもらってると、やっぱちょっと、あ、そうなんだって生々しくちょっとこう思うけど、そうですよね。いや、次またあるかもしれないから気をつけなきゃとも思うし、うん、まあこうもちろんなんかね、備えというか、うん、あの非常食とかなんかね、うんそういうものを持っておくのもだし、なんかまあやっぱここまで来る時があるんだよとかね、水がね、なんか、ね、まあ、僕らは日頃は全然そんなイメージないですけど、うん、まあ、それが多分災害直後はみんな頭の中入ってるからね、なんかこう、うん、がね、気をつけようみたいな気持ちになるけど、やっぱだんだんと時間が経つと忘れちゃうからね。確かに。だからまあ常にそのね、危機感を持って、はい、過ごすべきなのかなとは思いますよね。なんかね、本当ですね。備えはね、自分でちゃんとある程度はね、水とか食料とか、そうですよ、しておかないといけないなって思いますよね。賞味期限大丈夫かな。大丈夫ですよ。ああいうほら乾燥したやつは悪くはならない。あのカスカスになったりするんでしょうけど、そうそう、なんか4年って確か書いてあって、うん、ね、なんか3年ぐらい前に買ったような気がするんで、そろそろ入れ替え時期だなって今思い出しました。うん、なんかあるよね、そのほら、うん、確かにずっと置いとくと賞味期限切れちゃうから、そうそうそう、定期的に缶詰パーティーするみたいな。そう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 。でたまにそういうの食べてないと入れ替えをするみたいな、ね、味がね、うん、慣れてなかったりとかもするんで。なるほどな。そう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 。たまにはちょっと食べて、災害気分を味わおうぜじゃないですけど、うん、まあ、そうやって備えようぜみたいな。うん、お母さん結構ちゃんと備えてるってこと？あ、備えてます、一応。家族分の食料と水は備えてますね。偉い。はい、買いました。買いましたっていうか、そう、うん、
アマゾンさんでポチッとしておそれ セットみたいのがある。ありますあります。あの水と食料セット、まあ、水ちょっと少なめだったんで買い足しましたけど、うんうん、全部で3万ぐらいしたかな。おまあでも命を守るためと思えばね、うん、そうなんですよ。その3万円でね1週間分食べれる飲める。あ1週間分はい1週間分です。やっぱり1週間分ぐらいないとあの、うん、避難所が開設されても初動はやっぱり食料来ないので、はいはいはい、そうでそのねどれぐらい自治体さんによって備蓄があるかも分かんないし、その備蓄が全町民分あるかどうかもね、うん、そう何日分あるかどうかも分かんないんで。なるほど、はい、基本的に1週間はあの生き延びられるようにしてます。で1週間経ってばだんだん支援物資が来るので。なるほど、そうですよね、はい、まあ、大丈夫かなみたいな。だからまあそういうものにも頼りつつもやっぱり自分で、うん、生き抜ける準備をしとくっていうのが大事なわけですね。そうです、大切です。なるほど、はい、なるほど。ということで僕はだからあの別に温泉に二人に遊びに来てるわけではないってことですね。あそうですね、いろいろあの温泉だけじゃなくあの自然災害にも思いを馳せながらさまざまな勉学をされてるわけですね、うん、だから松山の時はなんか一泊ちょっと余裕持ってきたのでゆっくり入る時間もあったんですが、もう今日もこのままと帰んなきゃいけないしお風呂入れずに帰っちゃうんですよ私は。もったいない。もったいないよねせっかく3時間かけて行ったのに、うん、そうだよ、また来よう本当ですね旅芸人大変ですね、忙しい旅芸人は大変でございます。また次の来週の放送はどこから繋いでるんでしょうか。確かにちょっと気になる温泉が続いてますからね。そうですね、また温泉かな戻ってきました、はいはい、バンバンです。おかえりおかえりおかえりっていうのもなんだけどおかえり、そうですねちょっとねランさんとのトークをお届けした後にちょっと私と2人のトークなんですけど、おいおい、おいおい、うん、またグルメの話なんですけど。そうだよ、グルメというかグルメでバンバングルメのコーナーですねコーナーになるほどそんな大きなね、あのコーナーになるほど大きな、はいはい、あのことしてないんですけどそんなことないですよ、そんなことないですよいやあの、うん、この前ちょっと、先々週かな、そうそう、ね、ネタ出しした時に、ね、ちょっと話題で、うん、そうですそうです、ネタ出し小ネタ2つ出して前回その1つ目やって、うん、今回その2つ目をやりたいなと思うんですけど。そうですよ、待ってました。中川市内に、うん、あの一丁通りか一丁通り沿いにリンガーハットがあると思うんですけれども。ありますよありますよ。年末ぐらいからかな、うん、あのお店の前に自動販売機が設置されてらしいですね。これがどうもリンガーハット専用の自動販売機だと。私も車でしかその時通ってなくて、うん、ただあのリンガーハット用にデコレーションされて売ってるものはあのジュースとかなのかなって思ってたんですよ。ああなるほど、まあ要はあれでしょ、外側から見るとあの黄色とか赤とか。そうですそうですそうです、リンガーハットカラーの自販機なんですけど、でもまあそのお店専用にラッピングされてる自販機って結構よく見るじゃないですか、うん、ね、でもどうやらそうじゃないと思って。なるほど、見に行ってみたんですけど、どうだった、どうやらね、リンガーハットの、売っている商品が自動販売機で買えると。いわゆるテイクアウト的に。そうなんですよ。で、私そのあったかいものが調理して、うん、調理されたものが出てくるのかなって思ってたんですけど、はい、どうやらそれも違って、うん、あの冷凍してあるもの、はい、よくあのスーパーとかにも売ってるチルド商品って言ったらいいですかね。はあ、なるほど。うん、それが売ってるんですよ。うーん、そう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 、なるほどなるほど、うん、
一応販売商品その時で違うかもしれないんですけど、一応その時あったやつでお伝えすると、ちゃんぽん、リンガーハットの長崎ちゃんぽんと、あと皿うどんとか、で野菜たっぷりのちゃんぽんとかもありましたね。で、なるほど、餃子とチャーハンも売ってました。で、だいたい価格が安いので餃子の350円から、きくらげ塩ちゃんぽんが一番高くて600円。なるほど。うん、まあ、だいたいだからお求めやすい価格みたいな感じだったんですけど、で、私、調理されたものっていうか、こう出来たてのものが買えるのかなって思ってたから、そこで買って買えろうかなって思ってたんですけど、冷凍っていうかその自分で調理するやつじゃないですか、結局売ってるのって自販機で。だから、あのお店であったかいの1個買って、で、あの自販機が餃子買って帰ったんです。餃子、はい。あ、なるほど。自販機だけピッて押して食べたのと、ちょっと持って帰ろうかなと。そう。だからどっちもできるのがいいなって思いましたけどね。もちろんほら、出来たてのものを食べたいときはお店で頼んで買えばいいし、ちょっとなんか、あの例えば子供の送り迎えとかで、ちょっとなんか一品だけなんか欲しいのよね。でもお店まで行くのめんどくさい、買って帰るのめんどくさい、受け答えとかがめんどくさいって時は自販機使って帰ればいいのかなって思いました。確かに餃子はめんどくさいもんね。そう、やり取りがめんどくさいでしょ。かといってなんかこう宅配してもらうほどの量とかでもないし、 Uber Eats とかも流行ってはいるとは思うんですけど、そこまでしてもらうほどの量でもないし、どうしようかなって時はすごくいいのかなと思いました、自動販売機。ちなみにだから自販機ってことは夜中とかも買えるってことでしょ。そう、24時間買える、ね、外側に面してるってことよね。そうです、入り口の本当に何ですかね、手前というか、道路上には立ってないです。もう建物内のって感じですね。なるほど。これでもさ、そう、敷地内、いや、結果的に、はい、バンバンちゃんレポートはよく今伝わりましたけど、もしかすると、最初のバンバンちゃんのイメージでは、あのなんか温かいものが出てくるようなイメージだ。そう、その場で調理されて出てくるのかと思ってた。いわゆるあのあれでしょ、例えばコーヒーとかでさ、あるじゃない、あの紙コップがポンって出てきて、そう、そんな感じだと思ってた。だからなんかよくほら、何ですかね、サービスエリアとかでうどんとかあるじゃないですか。うどん、ああいうイメージ。うどんの自販機ってある？あのちょっと昔にあったんですよ、なんかうどんの自販機とか。そのあったかいのが出てくるってこと？そう、とか、あのフライドポテトとか、なんかそんな感じ。ああいうのはなんかこう出てくるのかな、チンされて出てくるみたいな感じ。そう、そんなイメージだったから、汁物はなかなか、なんかこう、まあ、不可能じゃないにしろ、まあ、確かにあったね、昔ね、あの汁物もね。でもそうなんかちょっとこう衛生的な部分とかでなんか難しいのかもしれない ね。そうですね、維持管理が多分大変なのかなと思いますけどね。そう、まあでもチルド商品すごい、でも画期的だなと思いました。結局そのまま袋で持って帰れるし、そっから調理すればいいですもんね。ちなみにですね、今ちょっと私がネットでざっと調べてたんですけど、まあ、リンガーハット、長崎ちゃんぽんリンガーハットさんはですね、まあ、全国にもちろん北海道から沖縄まであるわけですけど、651店舗ぐらいあるらしいんですよ。まあ、結構やっぱどこの町にもありますからね。そんなにあるんですか。へえ。だからすごいなと思って見てたんですが、この自動販売機事業はやっぱりコロナ禍になって去年ぐらいからちょっとずつこう取り組んでるみたいなんですけど、なんかざっと調べたところ、まだ25店舗ぐらいしかないっぽいよ。まあちょっと、あ、そうなんですか。このインターネットの情報が最新かどうかわからないんですけど、だから結構レアケースかもしれないね、まだね、中川店はね。あ、そうなんですね。ちょっと導入してるのは結構、まあ、少しずつ広げてるんでしょうけど、まずちょっとこう試験的にやってみてる感じがあるようで、
それからするとまだそんなにたくさんあるわけでもないみたいですね。おお、それ考えたらちょっと全国で先取りしてる感ありますね。そう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 、そういうこと、そういうこと、だからなんかちゃんぽん食べたくなったな。あっという間のあれです、ね、あっという間だし、なんかあれだね、だいぶ暖かくなってきたかもね。ちょっとずつですね、日差しがだいぶ気温がある感じがします。ちょっと僕も軽く出張に行ってたんですけど、あの、はい、梅が咲いてましたよ。本当に、あ、じゃあもうなんか春が来そうな予感の感じですね。そうですよ、本当もうなんかちょっとほら一時期寒かったしね、うんうん、地震もあったりしていろいろ大変だったけど、怖かったですね。うんうんうん、だけどまあなんとかなんとか春が来そうですね。そうですね、まあでもあれですね、本当に感染もちょっと怖いので気を抜かずに、あれですね、健康面気をつけて皆さんいただけたらと思います。はい、来週は3人でお届けできるっぽいね。そうですね、今のところ打ち合わせではいけそうな感じがいたします。3人であのエモボのコーナーもありますんでね、よろしくお願いします。あ、そうですね、よろしくお願いします。じゃあということで今週のハラヘリは以上でございます。はい、ではでは、はい、お手を拝借いただきまして、はいはい、せーの、はい、ごちそうさまでした。また来週。Oh, wait.